どうも、北山水泳です。はい、インターハイ3日目が終了しました。いよいよ明日が最終日でございます。前中は一応今日で終わりですね。速報一応出しております。はい、今日も速報動画出していくんですが、いつも通りですね、B 決勝はすいませんが、省かしてもらって、決勝競技のみの速報でございます。どうぞ。はい、まず女子8振りですね。はい、この種目は竹澤選手が取りました。はい、4振りに引き続きですね。はい。確か竹澤選手、昨年は800の方は出てなかったんですけども、今年は400と800という選択でございました。800の方はしっかりと大会記録を更新してまいりました。8分33秒。元々の大会記録を3秒ほど更新でございますね。はい。高校記録が27秒ですので、高校記録まで残り6秒という感じですね。はい。まあ夏までまだありますんで、全然高校記録狙える位置にいると思います。はい。400、800、しっかりと頑張っていただいて、はい。800の高校記録、なんか頑張ったらいけそうな感じありますけどね。はい。まだ、3月まで高校生でございますので、今後にズバリ期待でございます。はい。梶本選手が、今回第2位でございますね。はい。次、男子1500でございます。はい。この種目は、優勝が丹野選手でございます。はい。まあ、結構差が開きましたね。第2位とはズバッと差が開きました。400で優勝していた内村選手が、第3位に入ってますね。第2位が藤原選手でございます。はい、丹野選手ね、これ多分ベスト更新してますね。はい、しっかりとこの差が開いたままでも油断せずしっかりと最後まで泳ぎ切りました。はい、ベストタイム、しっかり、多分2秒か3秒ぐらいベスト更新してると思います。まだ高校2年生でございますので、まあ、この種目はね、今福くんがいますけども、しっかりと今福くんに、勝負できるぐらいの選手になってきてほしいですね。来年度は、もしかすると今福選手がいるかもしれませんが、いい勝負ができたら面白いかなというふうに思っております。いいタイムでした。はい、次、女子の 200m 背泳ぎです。はい、この種目は井出選手が優勝でした。はい、2分12秒83というタイムですね。はい、いい感じのタイムだと思います。はい。で、高校1年生組がね、今回多かったですね、決勝。はい、ほぼ高1。で、表彰台が全員高校3年生以外というタイムでございました。はい、高1、高1、高2ですね。はい。まあ、第2位の田島選手とは結構差が開きましたね。1秒以上の差が開きました。まあそうですね、前半の100回ったぐらいからだいぶ差が開いてました。その差を大きく開けていって優勝という形でしたね。はい、次女子、男子ですね。男子 200m 背泳ぎです。はい、優勝が白鳥選手ですね。2分1秒71というタイムでございました。はい、ずらっとタイムがありまして、まあ、結構差が開きましたね。はい、前半から、1位、初めの50から1位でそのままずっと1位っていう感じでございました。はい、まあ、この種目ね、今の中学生勢が強いんで、しっかりと高校生勢も頑張ってきてほしいところですね。はい、次、女子の 100m バタフライです。はい、この種目がなんと平井瑞希選手が、6秒47です。はい、これ多分オリンピックの時より早いですよねと思うんですが、後でもう一回見てみましょう。はい、多分オリンピックの時よりもいいタイムで来るという、まさかのって感じですね。はい、オリンピック終わって、まあおそらく体は絶好調ではない、まあピークのままかもしれませんけども、まああんまり、うん、ここに合わせてるはずじゃないと思うんでなんですけども、うん、いいタイムが出ましたね。はい、もしかするとそのやっぱオリンピックのプールは泳ぎにくかったっていう説がありますけども、本当に泳ぎにくかったんじゃないかなって思います、ここまで。はい、このインターハイに出されると、はい、素晴らしいタイムでございました。圧倒的な差でございましたね。はい、まあ、大学からはですね、海外に行かれるらしいので、はい、日本国内最後の、全国大会、まあ、夏もあるか、はい、あ、冬もあるか、はい、まだ春もあると思うんですけども、一旦、夏場の大会としては日本で過ごす最後の大会かもしれませんね。はい、次男子です。塩田選手が優勝です。53秒19と唯一の53秒台で優勝でございました。前半からトップで1位通過ですね。はい。まあ53秒19はかなりいいタイムだと思いますので、まだ高校2年生です。来年度はね、大会記録51秒92。あ、これ高校記録か。51秒92かつ大会記録の、はい、この記録をぜひとも狙っていってほしいと思います。はい、あと1年あればね、全然狙えるところまで来ると思いますので、はい、楽しみですね。はい、前半からかなり、しっかりと行く選手なんで面白いと思います。はい、次、女子 100m 平泳ぎです。はい、この種目は川原選手が優勝でございました。1分8秒72ですね。はい、この種目はですね、無難が取ってますね。はい、今大会無難が強いですね。はい、埼玉の無難が男子も女子も、込みで結構強いんで、最終結果が非常に楽しみですね。表彰台は高校2年生勢が、独占でございました。
はい、次男子です。男子 100m 平泳ぎは鎌田選手が優勝です。1分1秒61というタイムでございました。はい、前半も早かったんですが、後半もしっかりその差を、詰めず、優勝でございました。はい、まあ、1分1秒61ね、早いですね。はい、ただ中学生勢も今回ね、中学記録出ましたから、しっかりと負けてられないというところですね。はい、いいタイムでございました。はい、2位以下が結構接戦でございましたね。2位、3位、島田選手と大森選手がかなり接戦でございました。大森選手が後半から上げてくる感じでしたが、島田選手前半の差があったので、ギリギリ打ち勝ちましたね。はい、次、女子の 800m フリーリレーですね。はい、この種目は武蔵野高校が優勝ですね。やはり武蔵野はフリー強いですね。はい、と言いますのも、やはり竹澤選手、福岡選手のこの2振り、ワンツーコンボがいるんで、はい、4振り2振りどっちもワンツーコンボがいるんで、竹澤選手は4振りのワンツーコンボですねがいますので、はい、2振りもやっぱ強いんですよ、この、はい、なってくると、まあまあ2分ぐらいの選手が2名いるっていうのが非常に強いところですね。他はね、やっぱり2分切ってくる選手であったり、2分0秒付近で泳ぐ選手というのが少ないので、そう考えるとやはりこの福岡選手、竹澤選手の2枚がいるっていうのはかなり心強いですね。他の選手もね、決して遅いわけじゃなくて、2分3秒、2分4秒っていう、まあ、普通にいいタイムできてるんで、まあ、総合力がやっぱり違うなって感じですね。平井瑞希選手も、2振り泳ぎましたが、ここはあんまりタイム上がりなかったですね、2分2秒というタイムでございました。やはりどっちかというと100以下の選手って感じがありますね。はい、はい、次、8系の男子ですね、豊川が優勝でございました。そりゃそうだよね。これもタイム見てほしいんですけども、アベレージが1分50秒です。そんなチームなかなかないですからね。はい、大会記録までは 0.3 秒、もうちょっとでしたけれども、惜しくもって感じでしたね。まあこれで怖いのが、ほとんど高校1年生ってのが怖いですね。はい、まあ、村瀬選手も、今回泳ぎましたけども、やはり総合力で言うと、豊川が強かったですね。1人ね、1分46とか7で来られても、やっぱり総合的に1分50秒平均で来られるとなかなか勝てないところがありますね。はい、7分23秒39と、第2位と3秒も差が開きました。結構大きく差が開きましたね。はい、豊川、今年やっぱりこのメンバー強いです。新高校1年生がちょっと圧倒的に強すぎますね。はい、今回以上でございました。インターハイ3日目も面白い結果になりましたね。はい、明日が最終日でございます。どこが勝つんでしょうかっていうのが非常に面白いところですけども、やはり豊川が強いなっていう印象がありますね。うん、やはり新しい高校1年生組がちょっと強すぎます。はい、まあそれを倒すっていうのも面白いところですよね。はい、最終日明日でございます。楽しみですね。では今回は以上になります。明日最終日の速報は多分今日よりもちょっと早い時間になると思います。レース終わるのがちょっと早いんでね。はい、では楽しみにしてください。では今回以上。